画像が見えなくても全然問題なく、あの機械の中で全部判定をしてあのお知らせするという機械になります。で、特徴としてはですね、まずはセンサーマットの場合ですと、こういうところにこう引いてあるところが点灯している。さっきの 0.5 秒というのがあります。ちなみに、これ横側でも追っかけてますよね。よくあの顔認証というのは正面からの場合と行動できるんですけど、横向いちゃうと結構厳しい感じなんですが、まあ、これは多分富士通さんのいろんな技術が入ってたのかなっていう感じですよね。